ではまず基本状態の長さとかカットの状態だったかお願いします。ビフォーの状態は顎下4センチのワンレングスボブ、髪質的には直毛のまっすぐの、形で量は多めになってます。はい。はい、ではカットについて教えてください。カットは全体的にマイナーチェンジというかプチチェンジ的なところをカットの方ではしたかったので、ラインの方を襟足の方を短くして前下がりの、グラデーションボブみたいなそんなのがベースになってます。はい。顔周りも、基本的に、後ろの方が短く前の方に長くなっているんですけれども、フェイスラインの方にこうちょっと抜け感を作るためにフェイスラインだけ独立した、動きをつけるように、スライドカットで調整をしています。はい。で前髪に関しては毛先の方は重くて全体的には軽くっていうような、形にしていますのでベースの前髪のカットをするときに縦スライスで軽めに切っておいてで、横のラインで、重くするような2段階の構成になっています。パーマについて、使用したロッドですとか、はい、あと巻き方を教えてください。はい。ショートとかボブのベースには結構エアウェーブっていうのはすごいやっぱ有効で、かかりにくい人だったりとかあとは軽さのある仕上がりにするときにすごくいいんですよ。でレングスが長い方よりもどちらかというとこう短い人の方が、エアウェーブは非常に適しているなというふうに思うのとあとはロッドに関しては、アウトラインの方は全部外跳ねになるようにベースをかけておいてで、表面からは、大きめの長さに対してだいたい 1.5 回転くらいで、フォワードとリバースを交互に巻いていき、ちょっとこうルーズな質感になるようにしています。はい。で前髪に関しても、ハーフカールくらい、少しつけてあげることによって、いろんな、方向に動いてもデザインが楽しめるっていうのと、流してもいいし下ろしてもいいし散らしてもいいしいろんなバリエーションができるような形になります。スタイリングを教えてください。はい。パーマなので、基本的にパーマを生かすように、乾かす前にクリーム状のトリートメントをつけてあげてでそこから、根元を中心に下から煽るようにしてドライヤーを乾かしていきます。で、8割ほど乾いたら、ポイントで19ミリのアイロンで、毛先の外羽の部分だけ少しだけ巻き足してあげます。で巻き足し終わったら、オイルとファイバーワックスをワックスが3でオイルが1ぐらいの割合で、全体的にスクラッチするように、つけていきます。でパーマなので非常にスタイリング簡単にいけると思います。スタイリングがつけた後は自然乾燥。そうですね。もうそこからはちょっとこう少し、ウェットっぽいというかハーフウェットっぽく仕上げてもらっていいかなと思います。スタイルでイメージした女性像とか何か狙ったテーマってありますか？今期といいますかこれから結構黒髪だったりとか、ダークトーンの、ちょっと強めのパーマも結構来るなっていうふうに思っていてでその中での提案になればいいかなというふうに思いました。で、ハイトーンだったりデザインカラーが今中心になっているんですけれどもまたそれもちょっとデザイン的に、少し変化してくるというふうに思いますのでそうした時にパーマが、従来よりも若干やっぱ強めのパーマが来るんじゃないのかなというふうに思っています。なんかね細かいウェーブじゃなくてどちらかっていうとカールが強いっていう方がいいかもしれないですね。で逆に今回しなかったんですけどちょっとオールバックっぽいテイストのスタイルとか黒髪ショートで逆にちょっと強めでオールバックとかっていうのも結構可愛いと思うしなんかよりカラーで個性的だったヘアスタイルっていうのがまたパーマで個性的になってくるのかなというふうに思っていて全部は全部世の中の人がそういったわけではないと思うんですけど結構割とおしゃれな人は結構そういうスタイルに注目してるかもしれないです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。